バルニー、バルニーリーコ、リーコ、つかさのラジオ屋さんごっこ。大変だね、これ。難しいわ。はい、首相官邸のインスタグラムを見て、一企業アカウントの中の人としてハッとさせられました。心が歪んだラップをしている OL バルニーです。長っ長っ。ダメか。頑張りね。いや、石井和久になりたい、司です。誰？わかんないの。何？和久。石井投手だよ、石井和久投手。全然わかんねえ。え、マジで？石井和久。え、ググってググって。石井和久。やべえ。僕ら自己紹介に力入れすぎだよ。力入れすぎだし、お互い全然なんか。何これ？すっげえ恥ずいんだけど。恥ずかしいね、これ。吉本興業の契約社員だって。え、顔見てもわかんない？全然わかんない。え、やば、滑ってるやん、僕。え、みんなわかんじゃないの、これ、じゃあ。え、わかると思うよ。いや、わかんないのか、ある程度わかると思う。顔は絶対見たことあるよ、この人。え、メジャーリーガーだよ、元。それが見てもさ、全然ピンとこないのよ。やば。バラエティに出てる？最近よく出てんの。そう。いや、それなの、それなの、なんか。それでなりたくなっちゃった。そう、一応一流投手なの、この人。ヤクルトで超活躍して、でメジャーリーグ行って引退して戻ってきたんだけど、なんかキャラがマイペースすぎて、なんかあの球界に戻る予定が一切ないの、この人。もう完全、もう完全になんかもうテレビでやっていくみたいなスタンスで、だからもうもうなんか何でも言うの。はー、すごく見ててなんか気持ちいいから。え、バカキャラとかではないの？いや、バカキャラではない。なんかもう超天然、前てあのバカの天然じゃなくて、もうな、言いたいこと 言っちゃいますみたいな。なるほどね。あとだからテレビに出てるからってテレビのためになんかテレビのスタッフのためになんかいろいろやりやすくするためになんかいろいろやるとかはやんなくて、完全に ちょっとさ、割と視聴者寄りのこと言うみたいな。そう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 、素人寄りの発言をしちゃう。そう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 、そういう良さか、あれとちょっとその良さ、畑圭介みたいな感じか。ああ、そう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 、あの人なんか素人みたいな。僕大好き畑圭介。いや、面白いよね。そういうキャラが好きなんだ、僕。だからそうそうそう。あ、じゃあなんか予定調和をちょっと破る人が好き。ああ、それ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 、もう予定、あ、もうそうそう、まさにそれです。予定調和一切ない人で、それが石井和久。そうそうそう、それをよ、なんかなんでかわかんないけど、前から僕が見てる番組によく出てて、すごく好きになっちゃったよね。え、テレビとか見る？テレビね、全然見ないの、それが。決まった番組とかしか見ないし。だからか。そうなのよ、その特に民放が家でついてなくて、え、全部 NHK なの、うちの家族つけてんのが常に。ちょ、待って、それちょっとえぐいんだけど。え、超真面目。あ、真面目なのかな、昔からそうで、ずっと NHK がついてる、うちんちは。なになになに、え4ちゃん、5ちゃん、6ちゃん、7ちゃん、8ちゃん、一切見ない。いや、めったにないね、ほとんどなくて。あの、単語録画できるじゃない、単語で引っ掛けて録画するの。それで、うん、親が引っ掛けてる やつ、それこそなんかあの畑圭介とか、高健鉄料理人のとか、あとナッチの旦那なんだっけ、育三郎とかで。ど真面目な家族やん。え、そうだよ、親がそれファンだから、お母さんがね、その人たちで単語検索かけて引っかかった民放だけ見てんのは。どうしてそんな家庭からバルニーが出てくるの？いや、これはね、あれだよ、反動だよね、多分反発。え？じゃないかな。ちょ、今引いてるんだけど。え、でも本当に結構珍しいよね、マジで。BS とか NHK しかついてなくて。え、きついきついきつい、 BS とかきついよ。え、でもさ、その海外住んでるとさ、つかないじゃん、チャンネルが。その海外のチャンネルしか。いや、だから引いてんの、僕。海外に行ったのに
めっちゃ NHK じゃないテレビ見てたからね。いやそれはネット環境とか整ってから以降でしょ多分もあるし、その前もなんかおばあちゃんからの、うん、あテープね、あの録画テープ送ってみたいな感じで見てたから。それはあったあった。なんかその私韓国住んでて、その時はあの BS しかつかなかったから、めっちゃ家が BS になっちゃって、そこでで JSTV 見てたでしょ。え何それ。あ違うか。とりあえずあの、まあ、野球とかMLB とか、まあでもドラマとかかなを見てて、でおばあちゃんからあのビデオ送ってもらって、やっとエンタの神様とかあの羽飛びとか見てた、その時は。いやーやーべえ、ちょっとそれ意外すぎたわ。そうだからその時の名残が残ってて、だからバチバチに NHK なのようち。あじゃあ石井和久わかんねえ。そう NHK 出ないよマジで。予定調和しないと NHK 出れない。そう予定調和のじゃない人はね厳しい。あと本当なんか全然流行ってるその芸人をさ、まず目にしないじゃん NHK しか見ないと。ね。そうだからあの何何点何秒バズーカとかもうすっごい後にしたし。何点何秒数字。え分かんない。8点。8点。6。うわー当てた。でもなんかそこれもなんか最初は 0.8 とかずっと言ってて。やばいやつ。でなんかそういうのも本当半年後とか9ヶ月後ぐらいに初めて見るみたいなことが続出してしまって、やーばー。そうそう。であの長野とかもすっごい最近見た初めて。長野、長野ラッスンみたいな、なんだっけ、ラッセンが好きだ。そうラッスンが好き。あそう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 、とかこのちょっと本当にすごいね。そうでも NHK も結構面白くて、まあねなんかファンはいるけどね、その同じ年ぐらい。いやいやそれ洗脳されてんだよ。いや結構面白いよ。だってさ広告がないじゃん。絶対自民党大好きでしょ。やべ。だって生後から NHK 見てたらもう自民党大好きではないけどさ。いや絶対自民党大好きで。いや絶対。あまあまあそうだね、NHK はそういう側面もあるけど、まあでも親はね、まあ割とあのヒッピー寄りというか、どっちかというと左なんだけどね。そうならテレ朝見ろよ。なんで NHK やね。でもなんか本当なんつうの、民放ディスみたいのが家で当たり前になってる。これだから民放はみたいなことを言っちゃう。民放をついてると家ですごいねそれ。そうやば、僕の家族がバカにする家族だ、うんうんうん、マジ。でも逆だよ多分それ、まあ、逆超おもろい。いや本当それ、うちの母さんとかなんか NHK 見てる、うんうん、だけ見てる人とかすげえバカにしちゃうもん。多分ねうちのお母さん、ね、民放見てる人バカにしてる。そうなの。合わせれないね。合わせれないよやばい。あのバルニーちゃんのあの最初のあれも、あ首相官邸のインスタグラムは、あのつーちゃんもさ見たでしょ。見た。僕それあの人の知り合いのツイート撮るのやめてくれる。いや私もその人からそう言ったんだけど、な何さんだっけ、夏ぽよさん。夏ぽよさんやべえ、2回連続で取り上げてるやん。そうね、その首相官邸のインスタグラムがすごく良くて、もう機能を全部駆使してると。で、ね、企業アカウントの中の人はこれを見習ってくださいって、見習ってほしいみたいなことを書いてたんですよツイッターに。 ねそう、うん、で私も一応企業アカウントの中の人をね一応やってるんです、仕事で。あこういうこともやってんの。そうやってるの、まさに。でストーリーとかやってんの。ストーリーもやってる。そうでも某何病院の美容系の病院の、病院のインスタ。そうなの。需要なくない。いやそうなんよ。まあでもさ、ざっくり言ったらミューゼとかさ、競合はそのエステだけど、あっちは、まあ、似たようなことやってて、でなんかそのストーリーとか、まあ、画像も作ったりとかして、割と好きにね配信できるんだけど、私もでも全然、まあ1000もいってなかったりするの、そのフォロワーが1000、2000とかぐらい。そうで、なんか割とそのストーリーとかハッシュタグつけたりとか、まあ、タグ付けしたりとかやれることはねやってるんだけどさ、そのなんていうの、
企業アカウント、その医療系のアカウントなのにもっと広まってほしいみたいな、その人気投稿乗りたいとかそういうことばっか考えちゃって、あその自分もちょっと周りの人も、そう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 、自分も周りもその競合がこれやってる早くやらなきゃとか、だから資生堂はこういうの出してるやらなきゃとか、めっちゃなんか過激になっちゃって、過敏になっていっちゃってて、でちょっとその首相官邸のやつを見て、あ、こんな感じがやっぱベストだなと思った。で僕もすぐ見て、うん、こんなポップだったんだ官邸のインスタって思ったよねいやすごいよね、その明らかにさ、うちらと同い年ぐらいの人がそれかもっと若い人がさ担当してる感じしない？超する、だってあんな把握してるの。そう、しかもそのさストーリーにさ自負とかもつけてさ、いや、やばいよね、すごい、やばいよね、安倍さんがすごく可愛く見えるし、そう、見えた、もうなんか全部が漏れてる、そう、超漏れてる、そう、漏れてるよね、デコの概念だよね、完全に超漏れてる、もう安倍さんいいやつやんみたいな、なんか洗脳されちゃう、そう、洗脳されそうになった、危ないよね、やばいよね、危ないよこれ、スワイプでこちらとかになっててさ、ストーリーからやばいよね、洗脳されるよ、やばいよ、かわいい人かと思っちゃう、うん、かわいい、かわいい、そう、あの夏ぽよさんのツイートちょっと良すぎるよね、いや、すっごくいい、フォローしてんだ、真剣に、そう、したすぐしたよ、すぐしたよあのね、すごい読んじゃうね、やばいよね、なんかエンゲージメント高いよね、これで、絶対、うん、絶対そう、絶対そう、超見てる、うん、あと謎のツイート、じっくり読む、 JAXA のイベントに来たんだが難しい話で同居人が2秒で寝たとか、もうなんかもうなんか、うんみたいな、 JAXA のイベントに行くみたいな、 JAXA ってあれだよ、あの、わかるでしょ、え、宇宙だよね、うん、わかるよ、宇宙だよ、そんなイベント行ったみたいね、いや、意味わかんなくない、このなんか、うんみたいな、うん、ジャックさんのイベントに来たんだが難しい話で同居人が2人寝たってさ、なんか僕読んで、なんか早く読んだから、家にジャックさんのの人が来て同居人が2秒寝ただったらまだわかるじゃん、いやわかんねえよ、何その状況だ、いやだっていやわかんない、知り合いの友達でジャックさん働いてて家に来て、でも同居人はもう寝そうで寝ただったらまだわかるけどさ、ジャックさんのイベント行って同居人も来て、はいはいはい、同居人がそのイベントで寝たとか謎すぎない？ジャックさんどういうことなの？同居人もそういうなんていうの、関心がすごい高い人なのかな？いや寝てる、寝てるんや寝てる、いや寝てんだけど、いや全く理解できない、ね、だからそういった想像力をさ、すごく、なんていうの、うんうんうん、働かせてくれる、うん、ツイート素敵だよね、確かに、いや、僕も詰まってるね、ね、いや僕も説明的じゃなくていいね、うん、そう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 、僕もなんか見習わなきゃとか思っちゃう、うんうん、どういうツイートにの仕方、もっと面白いツイートしなきゃなって、単純に、うん、興味を引かせるようなツイートをする、いや僕しょうもないツイートしかしてないもん、うん、全然、いや、そうだよ、私だってそうだけどさ、あーごめん、君もツイートもかなりなんかしょうもないわ、え、そうだよ、もうゴミみたいなツイートだっけだよ私ゴミみたいなツイート、うん、ちょっと見るわ、でもやっぱりそう見てないないない、いやでもなんかこう自分なりにその小難しいこと偉そうなことはもう言わないぞっていうのは一応ポリシーとしてあって、そのツイートポリシーえ、だって、ま、前は言ってたってこと、え、何、前は言ってた、いや、なんか書きたくなるときあるじゃん、いなんか一石投じ、一石投じたくなるときとか、じゃあいい一個言って、うん、言ってて、今週一個僕、うん、うん、6ヶ月か1年に1回しかこういうことしないんだけど、うん、ツイートしてからの、ああダメだこれって消すときなくないあ、わかるわかる、あるある、え、いやでも、どのぐらいの頻度でやるそれ、頻度、いやでもそんな決まってないんだけど、割と
すごい後から消すかも、即座にじゃなくて後から自分のツイート一覧見て、あこれなんか誤解与えるなとかなったら2週間後とかに消してる。余裕あるね。それ消す意味なくない？そう、余裕ある。え、全然その時は別に読んでくれって思うんだけど、後から見たらこれちょっと悪意あるような感じかなみたいな。いやでも2週間経ってる。いやそう、2週間経ってる。だからなんつうの、まあもう無駄なんだけど、ね、一応消すみたいな。一応みたいな。そうそうそう。いや僕消したのは、あのあれだよ、もうバルニーちゃんにも言ったやつだよ、え、どれどれ、ビカックスの部屋だよ。あ、それか。それツイートしたの。そもそも、いや僕ほんと見ててもうゾッとしたの。え、これダメでしょって思って見てたの僕は。え、それについていろんな意味でなんでツイートしたの。え、そのツイート読んでないと思う。いやだって一緒に消したの僕2週間なんか置かない。あ、そうかそうかそうか、置いてないんだもんね、うん、そうか10分で消したよこれ。やっぱなんか悪口なんだけだなと思って消したんだけど。それで今言ってるけどね、別にそれをもう一回、まあいいかなと思って。ああ思ったことは言うべきかなと思って。いやだってさ、なるほど、ね、いやあの、うん、ツイートはなんだっけ、うん、なんて書いたんだろう、うんうん、ツイート2つやったのそれについて、うんうんうん、1つ目は2つ目はクリアに覚えてるんだけど、1つ目ちゃんと覚えてないんだよね、うん、でもなんかあ、うん、夢がないみたいな感じで言ったの。あの部屋は夢がなさすぎる。夢がなさすぎると。が人、なんかそんな感じの、そこまで強くは言ってないかもしれないけど、そんな感じのツイートをしたの。あ、夢ないなみたいなね。そう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 。うんうんうん、すごい夢ないなみたいな。で、うんうん、で、ファって2個目、すぐその、1つ目のツイートにリプしたのが、あの、うん、あの貧乏ロンドンの貧乏音楽家はこれを見たらゾッとするんだろうなってツイートした、うん、はそれは特定の人意識して、うん、特定とかではないけど、うんうん、全体的になんかイギリスとかロンドンのなんかイケイケの音楽のしてる人とかでも、あんな生活スタイルじゃないから、うん、あーなるほどね。ちょっと売れてる人でも全然なんだ。まあそうだよね。なんかさ、DJ とかさ、うんうんうん、なんかカッチュイ系の音楽家とかボイラールームとか出そうな人とかだったらさ、うんうんうん、ちょっとエッジ聞かせたいじゃん。まあまあまあ、確かにディフューザー上下と上分けないでさ。あディフューザーを分けることはエッジが聞いてないことなわけで、まずつーちゃんの中で。いやディフューザー分けてる暇あんなら音楽作れって なんない。いやいや、そもそもえ、いやなんかさ、私いやなんかさ、なんて言うんだろう、いやすごいなと思って、これ女性だなっていうことしか思わなくて打ちのめされた、なんかそれに。いや僕ほんとびっくりした、あの家、うん。いやマジでびっくりした、あのこれ、うん、出して好感度下がんないって思いながら見たの。いやえ、でもさ全然高評価押されてなかった。あ、そうなの。見たけどさ全部ツイッ、あ、 YouTube で、いやみんな好感持った意見だったけどね。まああそこ YouTube だからか、コメント欄だからか、匿名じゃないから。いやでも匿名でも書けるでしょ。え、コメントなくない？あるんだ。え、あるある、結構シャレた部屋やねみたいな感じだったよ。いや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 、基本的には。いや、コメント上から5個目で儲けてるなって言ってる。ああそれね、そうそうそう、そうだね。すごいクリエイティブなセックスしそうって書いてある。それ増えた、それ増えたよ、私が見た時それなかった。すげえおもろい、正直ね、僕もね、うん、そっち系ちょっと考えちゃった。いや私もてか上の部屋見せてくんないんだと思って。いやでしょ、思ったでしょ、上見されよって思ったよね。そう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 、いや上がこれ見たいでしょと思った。マジそれなの。だってさ、部屋見せんなら上とか言わぬ言うなよって思ったよね。上見せろよって。そう。じゃあさ、ダメなんだったらさ、上は物置ですでよくない？
ほんとそれ、いや分けてますじゃなくてさそうそう、だってさ、その下は作業スペース、完全にそのなんていうの、仕事だったから、その彼女のさ、クリエイティブのさ源となるのものが置いてあるのは上だったりするわけじゃない、違う？いや、うん、超わかる。いや僕見てて本当上見せてって思ったもん上が、上が素の君じゃん、上見せようよってすごく、そうそう、上が素の君、そうそうそう、それはそう、君の素を見せようよって、いや思った、完全になんかなんだろうな、鋼鉄の仮面だよね、仮面だった、ほんとそれ、うん、すごいクリエイティブな、じゃあ思ったの、あのセックスに対して考えたんだ君。いや、もちろん考えたよ。うわこの部屋でみたいな、この上で、待って、どういう、あ、上でって思ったの、ここの上で行われているのか、その上を見せろって思った。そう思ったんだ、僕は下でもやるのかなって、すごいすっげえ下品じゃんこれダメじゃんいやでもさ、やっぱ一視聴者としてはさ、そうじゃない、それ考えちゃう、ね、でも面白いね、やっぱり、やっぱりこれ見るとそう、僕だけだと思ったらみんなそう考えるんだ、ね、いや感じた感じたし、だしそのこんな儲けてんかいみたいな、いやだからそこなの、いや完全に同じこと、同じこと思ったさ、いや思うよね、あの僕儲けることは全然いいと思うんだけど、いやもちろんそれはいいんだよ、いや儲けていいと思うし、儲けるあの実力を設ける、全然それは僕より100倍ぐらいあのスキルというか、あのなんていう の, あの才能あると思うんだけど、はいはい、こんな金持ちの生活するかっていうところが一番引いたの。なるほどね、そのだからだから、うん、あのロンドンの音楽家とかを思い出して、うん、ちょっと違うなやっぱ世界って思ったの。なるほど、例えばボーエとか仲いいじゃん、うん、僕、うんうんうん、正直1年半ぐらい2年半ぐらいまではかなり貧乏ではいかないけど、うん、まあこんな生活はしてなかったよね。まあそうだよね、まあだってちょっと売れた人でもそんな生活はしてないよ正直。そうそうそう、だってさ、でもボーエってあの音楽、ゲーム音楽作ってるから普通、あの、はいはいはい、普通の音楽家よりはちょっとお金の収入が出てくる、もうなんつうんだろう、アーティストっていうか職業音楽みたいなことをしている、そう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 、なるほどね。でも最近はあの、ねえ、うん、いや他のさ、なんかそのいろいろあんじゃん、オタクインザフットとかさ、あのおうち見る系の番組、でも豆腐さんの家とか全然いいじゃんあれで。そうそう、見た見た、だしあんこんな部屋に住んでる人はいなかった正直いや私割とこの部屋すっげーと思ってやばいよね。そうだってパンピーのとかさあってさ、前へ家に行きますみたいな番組が全然、めっちゃ狭かったよ。だよね、それが普通だよね。そう、そうそう、狭いところに機材がバーってあってみたいな、こう何なんだろう、いや僕らだけじゃないのかな見てて、僕なんか違和感する。いや多分思ったのはみんな思ったと思うよね、え、ほんとそれか、そうそうそう、だからそのそういう意味でバブリーってスーちゃんが書いてたけど、ね、そうだと思う。いやだって羽振りが良いというか、そこに対してほんとなんか、まあいいや、もう終わらすよ、でもまあ大丈夫大丈夫、びっくりしたってことだよね。そうそう、びっくりしたね。あで締めはそのロンドンの人はもう、うん、僕はロンドン住んでて一番衝撃受けたのがそのロンドンの後半の方にだんだんそういったなんかちょっとクリエイティブなっぽい人と知り合う機会があって、うんうんうん、みんなクソ貧乏なの、もうなんかもう次元が違う貧乏なの、そのなんかもうロンドンクソ高いし、いやそうだよね、家賃高い、その親のなんかヘルプとかもそんなない世界だから、へえ、もうガチなの。もう何、風呂なしアパートみたいなってことあんの、そんなの。ああ、それ日本だけなんだよね、風呂は絶対あんねん。でもなんて言うんだろう、あの遊びの時間ゼロだし、あ、めっちゃ働いてんのに、あ、ちょっとごめん間違ったな、そのあの貧乏もあるけど、その貧乏っていうよりその、うん、何時のライフスタイルが、はいはい、ゆとりがないライフスタイル、そうもうね、男女関係ぐちゃぐちゃだわ、メンタルももうぐちゃぐちゃだわなんか堕落してんだ、もう接したくないぐらいになのライフスタイルだめっちゃに、だってさ、その人は割とクリエイティブ有名でも、いや
そこまでじゃないけどさすがに、でも、うん、なんかアップアンダーカミングみたいな感じの人でもそんな感じで、へえ、だって KKB ケロケロポイントのセイラちゃんの部屋とか、はいはい、もうあのもうリカクスにリカクスさんに見てほしいよねもうなんかなんつうの、手作りの棚が置いてあったりする感じ、もうあのリカクスの部屋が、うん、モデルルームとしたら、はあ、KKB のセイラちゃんあのジャングルマジでマジで、あーマジか、えどういうこと、綺麗汚い、単純に不潔とかではない、まあ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 、まあのさ日本でさよく言うさ、え、のだめカンタービレ読んだことある？ああ、見た見た、ドラマ。のだめの部屋っていうさ比喩使われてるさ、そんな感じそんな感じ、そんな感じか、そんな感じ、まあまあ汚いとか綺麗とか別として、はいはいはい、もうそもそも2人用の家なのに、うん、3人か4人住んでるし、メインのリビングとキッチンのが両方してる部屋に、うん、強引になんか2段ベッドを入れてみたいな、もうやばいの、もうマジでやばい、無視してんだ、そのリビングダイニングキッチンという概念を無視した、全然無視部屋はディフューザーどころじゃないよ、そうだね、ディフューザーどころじゃない、猫いたし、それ OK じゃなかったりするんだろうねきっとね、もうやばいよ、もうだからねそういった、あ、差があるんだなって、ある意味反対にもうちょっと、うん、あの全体図を見ると日本のお金の回し方ってすごいなって思った、うんうん、あのでも分かんないよねそれに関しては、その個人によると思うけど、ああいうぐらい売れててもめっちゃ貯金貯金みたいな人も結構いると思うよ。ね、いやだからどう、なんかそう給料明細見たくなっちゃうよね。確かに。でもいや確かに、でも友達とかでそう貯金はしてないねみたいな人は結構いる。いやーちょでも待って、もう会えなくなっちゃったじゃんリカックスさん。会えなくなっちゃったね。いや大丈夫だよ大丈夫。会うことあんのか、いやないないだろう。いや豆腐さんにもなんか嫌われそうだし、やだやだ、そうかな、でも嫌われたくないよ、ね、えでも関係ないけど、この動画から右のなんか関係ある動画あったら、うん、なんかクッキーとコラボしてんの、クッキー、ああ分かんないか、 NHK 見てる人分かんないか、分かん分かんないなんか芸人野生爆弾川島っていう芸人、ああ野生爆弾か、それはわかるわ、そう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 、あとコラボしてたの、もうこんなん見たら後で見るわ、なるほど、そういうのはねちょっと羨ましくなっちゃうよね、いや超羨ましい普通に超羨ましい、そう急にさ急に芸人と会えるとかなったらすっごい羨ましくなっちゃうんだろう、ね、いや絶対羨ましいよ、まあまあつまり、ね、そのものツイートして消しましたっていう話ね、つい消しってやつをしましたっていう、つい消ししちゃったよねしちゃった、でもさ当然だよね、しない人なんてさいんの、しない人心強すぎない、まあ裏垢持ってる人だろうね、しない人、あそっか裏垢も持ってるし、あれだわ、つい消しもするわえ裏垢持ってんの、え全然持ってるよ、でもねもうおぞましい、世にも恐ろしいよ、えハロプロ系じゃなくて、全然違う、ただのオール悪口、誰の悪口って、えありとあらゆる人え待ってそれ超読ませてよえじゃあちょっと、いやでも本当にフォロワーとか6人ぐらいしかいないし、え何それ何それ、人に仲いい女の子だけしかいない、その中には、引くわー、いやめっちゃキモいよ、あのありえないぐらいキモい、汚いえ裏垢ってスタンダードなのえもうスタンダードだと思うね、スタンダードだと思う、何が気持ちいいの、見てないのに誰も、いやだって見てもらうことじゃなくて自分のもう日記っていうか、もう吐きだめ、自分の汚い心の吐きだめ、なんでツイートにする必要があるの、まあ、すっきりする、それツイートすると、へー謎だわ、そうでなんかまあファボってくれたりすんのよ、まあリーコとかはあのでそれで報われたみたいな感じ、いやそっちやろ結局なんかまあそうなんだよね、まあ、オーディエンスはいる一応、
まあでもそのなんつうのリミットがかなり あるというか、もう表に書いてファボってもらうっていう行為とよりもう数段上のことができるみたいな。へえ。そうそうそう、数段もう過激なことが言えるみたいな感じ。始めよっかな。いや始めたら。いやでもいいことないし、そこまで腐ってないまだ。あ本当？いやでも表でもう満足できるんだったら いらないと思う本当に。うん大丈夫。大丈夫。ちょっと私の裏垢のツイートとか紹介しよっかな。どういうこと書いてますか。あ、いいねそれ。次の回とか1個取り上げないの。うん、そうするそうする。言える範囲で。今週の裏垢とか言ってね。今週の裏垢。それ最高やん。いや、やろうかな。もう裏でも何でもないけどね。でも、それが一番だよ。やりたいな。それが一番。まあでも嬉しい。すごく、なんていうの？すごく自然的に僕今日話したいこと2つあって、うんうんうん、すっごい自然的に1つ喋れたわ。ミカックスの部屋それ大きなトピックスだったんだ。それ超喋りたかった。もう今週のハイライトだよマジで。いや分かる分かるよ。衝撃だよあれ。衝撃だよ。事件ですよあれは正直いや誘われたいよリカックスの部屋。ああね、来たらって言われて行ったらあの部屋即トイレ行ってる間に上行くわ登ってく。たった登る登る。いやどっちだっけどっちだっけ。上の方が、うん、下が甘い匂いなんだよね。そう上はスッキリ系。スッキリ系だった気がするもうダメだダメだもうダメだ。でもさ、ディフューザーを置くっていう感覚がそもそもなくてさ、私はそれにもそもそもびっくりした。あ、置くんだ。ほんと？なんか僕線香とか炊くときあるよ。あ、線香置こう置こう置こうか置こうか。線香じゃないか置こう、うん、あでも私もお香を炊くときは あったあるある。そういう面、そういう感じなんじゃない。それと同じか。うんそれか。でも私うん、あのディフューザー正直クソ高いんだよねあれ。気になった。すごい。それを YouTube コメント欄にあった。なんかディフューザーの高いみたいないやディフューザーのなんていうの、木っていうかうん、ディフューズするやつ、うんうんうん、入れるやつボトルに、はいはいはい、あれが無駄になんかリアル枝っぽくてすごくかっこよかったっていう。あね枝だったね、そもそもが。どんだけ見てんねん、あの動画でもあれは見ちゃうでしょ。私さ、コントレックスをさ、買ってるところまで見ちゃった。水が、ストックが置いてあって多分コントレックス。もう一回見る。もう一回見るわ、ちゃんと。てか、この人コントレックス箱買いしてんだと思って。コントレックスとかもうやばいねやばい。そうそこまで見ちゃって。うん、トレックスかっこいいところ見れなくなっちゃったもん部屋を思い出す。コントレックスとディフューザーを思い出しちゃう2つのディフューザーですね。アラサーでやれないことはない。アラサーだからこそアラサークラブ、アラサーに文化を軽く生きるアラサーたち、アラサーたち、アラサーたち、アラサーたち。でなんだかんだこうやって喋ってるけど、やっとリリースしたんすよね、ポッドキャスト。あ、そうだ、ポッドキャストリリースしたんだよねで、そう、なんか雄大な人たちが聞いているというところで、そう、ちょっとね、こっから離れていかないように皆様がいや、ほんと心配なのが、第0回聞くじゃん。うん、リーコいるじゃん。うん、全然違うんだよねやっぱテイストが、ラジオのテイストが。すっげえ不安になる。角度とかも違うし。いや分かるわ。リーコいないと何テンポも違うし。いやテンポも違うし、あのネタも違う。そもそもさ、そう性格がさ偏った、何思想が偏った感じになっちゃうんだよねこっちの2人だと。なんか似てるからねちょっと。そう割とね。で一個言うの忘れてた。もう分かってると思うんですけど、今日もリーコいないっす。あー忘れてた、やべ。
やべえ、完全に忘れてた。そう、そう、あの先週ねちょっとあの悪口をね2人で言っちゃったんで、ちょっとそれがあの気になって来なかったのかもしれない。それがネックで、正直僕それね、ちょっとね、うん、え、何何何、いや、ちょっとそれあんのかなとか思ってたの。そんなナイーブじゃないだろ。いや、分かってるけど、あー、言い過ぎたのかな。うん、いやでもその可能性もなきにしろあらずってことでね。すげえ。ちょっとあのいない時の悪口はちょっと、いやいやいや、いや、ちゃんとちゃんと僕アドバイスもらったもん。聞いてる人のことをそんな考えずに喋りましょう。そっか、え、誰にもらったんだっけ。え、とっくりさん。感動。いや、やばかったよ、泣けたよね。いや、もうラジオ やめてやろうかって思ったよね。もうおしまいにしようって思った。もういいや、もうこれでもう、もう、ね、思い残すことないわ。もう10年やるはずだったんだけど、もういいや、2回でいいや、2回で終了だって。でもそれぐらいね、嬉しいですよ、本当に。いや、超嬉しかった、超嬉しい。もう聞いてるメンツがすごいよ、とっくりさんと、うん、あのグラフィックデザイナーの鈴木さん、はあはあ、ああそうだ、あのラジオ屋さんごっこに投票してくれた人、そうそう、ね、一人一人シャウトアウトするか、じゃあロンドン時代のグラフィックデザインの友達のみゆちゃんっていう子がいて、うん、もう一人がもうロンドンの大学、うん、リーコと同じ大学だ、あの、うん、伊藤葵ちゃんっていう子と、あとなんか友達の友達のなんか写真関係の仕事してるリコさんも聞いてて、うん、聞いてくれて、うん、で、はいはい、共通の友達の芸人の NSC のるいちゃん、丸いるいちゃん、あー、そうだ、あでもこうへいくんも聞いてくれたかもしれない、ね、かもしれない、そうそうそう、それも NSC の男の子、そうそう、で丸いるいちゃんからメッセージが来てんだよね。あー、そうだ、それ読んでください、ちょっと読みます、読みます、はい、ペンネーム丸井るい。こんにちは、いつも楽しくラジオ屋さんごっこ聞いています。まだ1ヶ月しか経ってない、ありがとうございます、ありがとうございます。そっかそっか、そういうことをやんなきゃいけない、はいはい、そうそう、ありがとうございます。はいはいはい、まだ1ヶ月しか経ってないのにお三人の声を聞いてすごく懐かしい気持ちになりました。教習だ、ノスタルジー。ノスタルジーを感じている、すでに。うん、リリコさんが言ってた暗証番号を入れないと読めない自意識過剰の記事の話、リアルタイムですね、うん、そうそう、リアタイだっけ、リアタイ、うん、リアタイ、その自意識過剰の記事の話、例で挙げてた暗証番号1128が私の誕生日で、なんか嬉しかったです。はい、おー、あれっていう、リコの誕生日なんじゃなかったかな、まあ忘れちゃった。え、リコの誕生日って、リコの誕生日ってその日じゃなかった、違うか、待って見る、リコ、あ、同じなんじゃん、同じじゃん、同じなんじゃん、すごい、同じやん、すごい偶然、ありがとうございます、ありがとうございます、ルイマルイレイさん、嬉しい、初お便りだ。初メッセージ、え、てか、あのちゃんとねメアドを作ったんだよね。そう、メアドもちょっと読んどきましょうかね。はい、どうぞ。ラジオ屋さんごっこっていうメールなので、はい、@gmail です。@gmail だから、radio、はい、yasan、はい、gokko、ラジオ屋さんごっこ、@gmail.com で、あのメッセージお待ちしております。お待ちしております。うわー、絶対来ないだろうけど来てほしいな。来てくれ、頼む。何でもいいから、悪口でもいいから来て。来て。あ、そうだ、で、あの私の小学校のお友達のエビちゃんも聞いてくれました。そうだ。エビちゃんはみんなのことをフォローもしてくれたんだよね。超優しい。ちゃんとリーコ。そう、超優しいよマジで。超会いたい。そう、大学の学祭も来てくれたもん。超会いたい。あれ、何さん、あれどこだ。フォロー、あ、ゆうやエビハラさんね。そうそうそう、エビちゃん、そうです。ラジオ屋さんごっこ、会話のノリが完全に学生で受ける。
キャラクターがみんな濃すぎじゃない？あ、ツイートしてくれた。ツイートしてくれた。ありがとう。ね。学生？まあ学生か。それはさ、言ってたテーマに誘ってて嬉しいよね。だって若さ失いたくないっていうことでさ、まあ、始めたんだもん。全然、ね、言われて嬉しい言葉だよね。そうなんよね。だってアラサーだけどみたいな、そうそう、テーマやからね。アラサーだけどちゃんと軽くいくっていうね。そう、軽く生きるアラサーよ、本当。いやー、こっからね、10人から100人ぐらいなんないかな。ね、せめて減らないことをね、祈ってるよ。うわー、泣ける。減ったら、そう、減ったら泣ける。まあまあまあ、頑張りましょう。どう頑張れるかよくわかんないけど、はい。で、僕は、正直、喋りたいことを喋っちゃった。あ、本当。いや、まだ無限にあるんだけど、今日確かにリカックスの部屋も言えたもんね。そう、リカックスの部屋が第一で、まあ、ルイちゃんのメッセージが今日のプライオリティだったから。あ、そっか、そうよね。そう私は、1個、あ、2個かな、ツイートで気になったのがというか、すごく共感したのがあって、それをちょっと紹介したいと思ったんだけど。なんかディープっぽいね。ディープ？ディープかもしれない。1個目は、誰とっくりさん、とっくりさん、まず、そもそもとっくりさんなんだけど、どんだけとっくりさん好きやねん。大好き好き。もうリーコ来ないともうとっくりさんの話しかしない。ただとっくりさんファンクラブじゃん。やばい。そんな集まりになっちゃう。どうやら、とっくりさんの2月16日のツイート。16、はい、はい。この間知り合いの子供と遊んでる時、あやすのが下手すぎてハッピーだねみたいな言葉しか出てこなかった。ちょっと待って、説明の前に、日本語タイム。何日本語タイム。日本語タイム。はい。あやすってどういう意味ですか。あやすのは、わー、なんとかちゃん、こちょこちょこちょ、わー、ベロベロバーみたいなことなんだけど。あー、で、とっくりさんがあやすのが下手すぎて、ハッピーだねみたいな言葉しか出てこなかったって。そう、子供にハッピーだねと語りかけてたんでね。やばい。で、すっごい共感、これ。あー、でも僕もわかる。わかるっしょ。そのさ、ベロベロバーみたいのがさ、できないんですよ、全然。できない。恥ずかしがってる自分がいる。そう。だし、口をついて出てこないの、何言ったらいいかわかんなくて。いや、でも大人の人ちょっと終わってるやん。なんでその恥ずかしさ、なんか必要じゃなくない？恥ずかしいの。あ、だからうちらが終わってるってこと？そう。もっと自分らをプライドを捨てて、赤ちゃんに、ハッピーですよ。確かに赤ちゃんに対して、そう。取り組むべきなのよ、その赤ちゃんを笑わすみたいなことに取り組むべきなんだけど、できないのよ、全然。まあなあ、そう、大変だよな。なんかさ、そう、最近さ、子供のさ、ベイビーさ、増えてきて、あ、違う、子供のベイビーって当たり前じゃん、友達のベイビーや。友達のベイビー増えてきてんじゃん。うん、年齢的に。え、会うことあんの？そう、で、なんかちょうど2週間前ぐらいに、その初めてね、子供の、あ、できた子の家に行って、行ったのよ、会いに。3、4ヶ月の赤ちゃんに会いに。マジでか。どこ住んでんの？まあでも渋谷区、新鮮とかの方なんだけど。超いいとこじゃん。そう、でも、なんて言うんだろう、旦那さんがお店やってて、飲食店をやってて、で、そこの近くアクセスがいいところに住んでるんだけど、うん、そう、で、もういっぱいいたのよ。4人ぐらいで訪ねたんだけど、みんな、わー、バブバブーみたいな。すっごい上手くて。バブバブーって言ってたかもわかんないんだけど、もう、なんて言ってたかもわかんない。で、私もなんか、やりたいんだけど、で、声もさ、結構こんな感じだしさ、できないのよ。声低いし、なんか。で、裏声でやるしかないのかもしんないんだけど、ちょっといい方法を見つけたい。そう、で、周りの人もその違和感を感じない、なるべく。周りの人も、ん？って、面白、おかしくないってなんないで、赤ちゃんも泣き止むやつを見つけた。じゃあどうしたの？無視してたの？いや、あんまりね、そう。あんまり声掛けをしなかった。いや、まあなあ、僕も下手だよ。難しいよ。そう。なんかね、まあでも地声でどうしたのとか言って赤ちゃんに話しかけてたけど、地獄やん。そう、地獄だよ。できなさすぎて、そう、とっくりさんの ねやつが刺さった、すごい。んだそれ。そう、どうしたのって言われても赤ちゃん困るよ。いや、赤ちゃん回答できないからね。そう、でもなんて言ったらいいかわかんねえ、マジで。子供欲しい系？
でも孫がすごい欲しくて私は。あ、出た出た、孫に囲まれたい。おばあ、ひ孫は、ひ孫は、ひ孫もできれば欲しいってなってくると、まあ、必然的に子供必要になってくるわけ。そうだね、それがあの一番のショートカットだね。そうで、その孫ともその遊びたい年齢が一応自分が活動できる年齢で孫ができてほしいの。つまり孫とディズニーランドに行ったりとかできるぐらいの年齢ってなると体力的なリミットがついてくるわけじゃない。いやいやいや、急げよ。そうで、すると子供のリミットもついてくるわけじゃん。子供を産むリミットも、いや、早い早い、すると、するともう結婚するリミットもまあついてくる。もうやばいよ、もうがんじがらめ、もう今はいや急げよ。いや怖えよ。でも全然なんか焦ってもさ、できないじゃんそんなの。いや、ちょうどいいちょうどいい、あの今日話す予定じゃなかったんだけど、なになに、あのバルニーのタイプについてある、あのちょっと喋りたかった、すっげえ気になってんの。あ、いつか話そうって思ってた。いつか話そうと思ったんだけど、あちょうどいいから。いや、リーコのタイプとかはなんとなくわかんの、うんうん、はいはいはい、元彼とかも仲いいし、あとなんか、自家長のあの、あ、井上、ね、井上が好きとか、はいはいはい、まあまあまあセンスないですねとりあえずセンスなし、とりま、とりま、とりまセンスなし。そうそう、でもバルニーの元彼も誰も知らないし、どういった男の人と仲いいのか全然知らないし、確かに何も知らないから、ね、何も知らない、知らそうだ。でもなんかタイプないかも、話し合う人とか。え、いや、じゃあタイプとか関係ないけど、今までの彼氏はどういう人だったの。え、てかあんまりいない、そもそも。何人よ。え、2.、2.5 とかそういう感じ。どういうことやねん。そう、それもあんまりそのなんだろうな、話が合う人っていうのは割と全然。いや、待って待って待って、ぐらいしかない、共通点がない。スルーしないで。点5ってどういうこと。点5は違う付き合ってたらいいなぐらい。うん、付き合ってないんじゃん。うん、付き合ってないのかも。まあ、口約束なしみたいな。口約束なしってどういうこと。え、だからその契約が交わされてない。ああ、でもなんかずっと一緒にいたりとかする人はいいんじゃん。あ、そうそうそう、そっち系そっち系。なんで恋愛、あの真面目な関係に至らなかったの。え、何も言わなかったから、お互いに。 え、肉体関係あんのに。そうそうそう、なんで言わなかったの。え、なんか言いづらいじゃん、私。まあ おのおの の、 あの状況により。え、今電話しない。いや、しないよ、しないよバカか、お泊り会かよ女子の電話しないよみたいなやついや、でも女子のお泊り会か、伝えるべきやん。いや、まあそうだよね、確かに言えてるわ。え、何年前の話。あとで電話しよう。うん、1年もぐらいかな。経ってない。経ってないかな。おお、やべ、これ特定されちゃう、やばいぜちょっとめっちゃ冷や汗出てきたやば、冷や汗出てきた。いや、これでできたらいいね。 それですぐひ孫できるじゃん、最高やん。いや、確かにそれひ孫できたら一番ベスト。じゃあその 2.5 のうちみんな、なんか喋りやすい人だったらどういう人だったの。まあ比較的話しやすい人かな。てか基本その好きな人と付き合えないかも私は。まあ、なんか僕そういうこと言う人に嫌い。どういう意味それ。なんでなんでなんで。好きな人と付き合えないってどういうこと。違う違う違う、あれなのよ、私めっちゃ人好きになるの。へえ、そんなイメージ一切ない。そうないけど、ないと思うの。誰しも、誰しもってか私を知ってる人は私を知ってる人はないと思うんだけど、そのつまり人数を好きになるんじゃなくて、その人数たくさん好きになるんじゃなくて、一人の人を熱狂的に好きになっちゃうの。それはアイドル、アイドルオタク。全然イメージと違う。同じ、そうそうそう、アイドルオタクなのと多分つながってると思うんだけど、すごいその崇拝してしまうのよ、アイドルになってしまうの。じゃあ、気性ほど、費やしちゃうの。あのね、まあ精神的にね、そんな感じ。じゃあすっごい相手がアイドルになっちゃうのよ。ピークとか何するの。ピーク何する。え、まあネットストーキングはまあとりあえず日常茶飯事じゃん。でもそんなの毎日やってたら、本当に仲良かったら、そんなの別に見てもそんな全部知ってることじゃない。
いや違うのよ、知らないことも出てきたりすんのよ、これが掘り方によっては。あ、何ライクしてるとかそっち系。いや、まあまあそういうのも含めて他の他人とのやり取りとか、めっちゃキモい人みたいになって申し訳ないけど。いやいや、好き好き。そう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 、そういうなんかね、探偵になっちゃうの、好きすぎて。探偵そう、探偵もう何なのか分かんないけど、職業みたいになっちゃって、あとなんかめっちゃそのまあ一人の時にめっちゃ考えたりとか。え、もう、まあ、当たり前だけど、ね、成り立たない恋愛じゃん。そうだから成り立たないじゃん、そんなの不気味じゃん正直。だって相手からマジ不気味じゃん。不気味かどうかは別にして、そのなんていうの、成り立たないじゃんそんな、なんか考えすぎる恋愛とか。え、そうそうそう、だから自分のやることがさ、ままならなくなったりしたら一番さ悪循環じゃん。へえ、その理由で別れたことあんの。いや、ない。つまりそういう人と付き合ってない。あー、そっち系ね。そう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 。あ、だから好きな人と付き合えないみたいな感じ、ね、そういうこと、そういうこと、そういう意味で。あー、だからまあ普通になんとなく仲良くなった人と付き合うみたいな。え、じゃあ本当にそういった人と付き合いたい気持ちもあんの。どういうこと、めっちゃ好きな人と。そう、めっちゃ好きな人と付き合いたいんじゃない。でもめっちゃそのアイドルになっちゃって、探偵になっちゃうんだ。そう、探偵になっちゃってみたいな、探偵発動みたいな。そうそう、探偵発動みたいな、みたいな悲劇が繰り返されるみたいな感じかな。でも悲劇に未だに会ってないのが意外。悲劇になってない。え、じゃあ付き合ってないけど好きな人の探偵になったのはいくつかあるんだ、うんうん、あ、そうそう、あるある、何件かある。で伝えたことある。え、伝えたことがないかも。探偵してるのに、うん、探偵してることを伝えたこと、というか行為を伝えたこと。いや違う、探偵してる相手に、うん、好きですって告白したことあるの。ないのよ、それがないの。だからしないといけないんだけどね。いやだから、うん、今夜するんでしょ、電話するんでしょ。そうか、この後電話するんだって。この後電話する。なんだよ怖い。じゃあそんな別にタイプはないと、うん、うん、ないし、そうそう、話があったりとか。え、バルニーって面食いなの。でもなんか風貌、うん、気になるかも。あー、どういう感じの人。でも面食いではない。いや、これがさ、またあれないよ、割と、なんつんだろう、おしゃれしてないよみたいな感じで、おしゃれな人が好きなの。わからん。え、なんて言うんだろうね。わからん。あの、ざっくり言うと、高いダウンとかを着てる人。痛いじゃん。いや、痛いじゃん。だからそういうところに金を使っちゃう人みたいな。え、痛いじゃん普通に。なぜかそういう人をいいと思っちゃうの。キショ。え、キモいよね。だからめっちゃキモいよ。モンクラーとか、モンクラーとか。あ、モンクレー、モンクラー、モンクレー、モンクレー。あれは着ないでほしい、あれは着てない。え、じゃあ何。いや、わかんないのよ、私も服詳しくないからさ、わかんないんだけど、わけわかんない高いダウン。マジ意味わかんない。だからちょっとちゃんと待って、違う、ちょっと補足させてもらうと、高いダウンを着てると、自分の身なりに気を使ってる、カルチャーとかに興味がある、そのおしゃれに興味がある、おしゃれな音楽に興味がある、そういうことに興味がある、で、ちょっとモテるすると、女の子の扱いがスマートだというところまで含まってる、それは。まとめたな、ダウンだけで。そう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 、ダウンで、そう、そういうところを。え、じゃあ、うん、見た目とかファッションだけでいいの。そうそうそう、顔立ちは全然気にならない。嘘だ。いや、ほんとよ、ほぼそうよ。だってさ、おしゃれな、なんていうの、ブサイクとか好き、普通に。え、じゃあ過去の彼氏とかは。いや、普通の顔だね。でもダウン着てる。いや、その人はダウン着てない、着てない。へえ。いや、だから、そうだな。まあ、そういう人をいいと思ってしまう傾向にある、自分は。すげえ、僕この質問して、こんななんか尖った回答初めてかも。どういうこと。いや、なくない。そうかな。え、じゃあつーちゃんは。なんかある。待って、そのまま僕の前に、うん、バルニーさん今恋してるんですか。
今は正直もうなんか灯火が消えかけてもうしてないかも。あ、じゃあ誰かいたんだ。え、だからその前の人。ああ、彼氏元からね。あ、違う、天狗の人だ。天狗の人、そうかな。天が天狗。あ、天狗か。天狗、はい。天狗しょうもな。しょうもな。天狗の人伝えなよ。いや、確かに伝えるか。それは伝えるしかないよ。いや、でもそうね、伝えないとね、いけないとは思ってんだけどね。そうそう、いや、いけないよ。確かに、なんかケリをつけた方がいいよね、そもそも。そうだよ、じゃなきゃなんか引きずって、なんかまたなんかダウン着てる人が欲しいとか言っちゃうんだよ。言わないよ。別にその人はたダウンではないけど、まあまあまあ、あの、よくないよね。あ、でも違う人はいないんだ、何も。そうそう、ニューカマーはいないね。ニューカマーもいないし、うん、いいな、この人っていう人もいないんだ。いないかな、いないね。そうだね、なんかね、そう、全然だね。今特にそうかも。土日にその予定入れたくないみたいなさ、話を先週したじゃない、うんうんうん、そういうのも加速してる、もっと。あー、そっち、そのフェーズね。そうそう、そのフェーズに、そう、そうなのよ、行かないのよ、その、ドハマね、例えばそのご飯行こうやとか言ってくれる男の子がいたとして、あー、行こう行こうって言って、その日付提案までこちらが至らないというか、精神的に。はいはいはい、分かる分かる、まさに同じです。何日空いて、そう、何日空いてるよとかも提案 したくないみたいな。そう、面倒すぎて。なら家で、そう、ならなんかやるわみたいな、うん、分かる分かる。そう、そういうメンタルかな、今は。別に欲してもないってことね、うん、まあ今はね。だし、今日の朝なんかもう1年ぐらいはいいやって思ったの。なんかちょうどそれをね、思い立ったところなのよ。そのね、今曲を作ったりとかして、このラジオも楽しいし。まあ、だって、なんでこの今朝なの、それが一番気になる。ちょうど今日ね、それをなんとなくに歯磨きとかしながら、それを思い立ったんだよね。歯磨きしながら。しばらくいいやみたいな。いや、それよりなんか自分のそのミックステープとかアルバムみたいのを作りたいと思ってて。何かしらのトリガーはないの、なんか影響されたとか、インスパイアされてちょっと頑張りたいなみたいなのはないの。あ、いや、でももちろんそういうことをした方がいいと思うのよ。そのデートした方がいいというか、そうした方が自分のその作るものに影響、いい影響があると思うの。必ずあると思うんだけど、それより時間がみたいな、それをしてる間にって思ってる、今は。でも今現在はなんか、いや、なんでびっくりしたかというと、その、うん、もっと前からそういったことを思ってたと思ってたの、うん、あー、なるほどね。頑張りたいから週末はみたいな、うん、いや、っていう、なんかね、結構飽きちゃう、飽きっぽいんだよね、割と。だからそういう波があるかも、すごく。へー、今はもう全然、前からもそういうことは思ってたけど、とてもなんかそのデートがしたい時もあるし、で、また今回、今日の朝まだ来た、その遊ばなくていいっていう波が、今日の朝、また来た。絶対1年続かないだろうね。かもしれないね。でも多分そうだと思う。別に1ヶ月後とか2ヶ月後になんかやってるかも、出会い系みたいなこと。おもろかもしれないよね。へえ、すげえ面白いね。ねじゃねえよ。ねじゃねえ、もうね、そうなのよ。そういう感じかな。とりあえず、あの、高いダウン着てる人、あの、探してはいるんです。募集してるんで、はい、探してはいるんです。なので、あ、高い系のダウン買ったのを持っている人たちは、ラジオ屋さんごっこgmail.com にラブレターをあの、よろしくお願いいたします。やばい、あの、比喩なんで、はい、高いダウン1個で、そう、なんか左右されるわけじゃないんですけど。いや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 、言うて言うて、そういうメンタリティ、そういうメンタリティを持ってる人がタイプですっていうことだね。はい、お待ちしております。はい、でした。はい、ラジオ屋さんごっこ、このポッドキャストでなんかもう完全にプライベートさらけ出す感じじゃん、ね、ほとんどそうだよね、ないもん、プライベート。全部なんか、つーちゃんがなんかなんていうの、ぶち込んでくるというか。ぶっこんでくるよね。人のせいにするね。いや、そんな気がする。特攻隊
張みたいなところがある。まああるね。うん。あるね。そうそうそう、ありますね。いや僕も、うん、僕も僕が僕こそプライバシーがないから人に、はいはい、人に求めちゃうよね。え、何プライバシーを？プライバシーを。あ、違う違う、向こうも話してって。僕プライバシーないから君もプライバシー話してって、ある必要ないやろみたいな。すごい立ち悪いやつ。いやでも友達とはそうあるべきだと思うけどね、私は。うん、ね、いいこと言おうとしてんの？え、何か？いや友情論みたいな。そう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 。我自分なりの友情論。うん、いやというわけじゃないですけど、まあリコには全部言ってるしね。ああ、ね、でもリコとバルニーの仲の良さはもうちょっと。ずるい、だろうね、なんか変だよね。だけどリンコは多分全然いっぱい仲いい人いるし、本当に私以外の人もすごく遊んでると思うけど。あ、嫉妬してるね。いや嫉妬してないよ。嫉妬じゃない、だから全然一番仲いい友達とかではないと思うんだけど、なんかその謎のポジショニングがある。いや本当、いや僕もそう思う。謎のポジショニングはもう保ってるよね。そうなんだよね、謎のちょっと羨ましい。あ、嫉妬嫉妬。嫉妬欲しい。今日楽しかったな。いや楽しかった。え、いや、じゃあ締めて、今日の週末何したの？今日の週末？あ、今回の週末は、え、なんか結構ね、喉を痛めてしまって、今多分感じないと思うんですけど、誰も。あら、なんか喉の中がすごい腫れて、海が出てて、それを、あ、そう、それを写真に収めたりとか。それ読んだ、そのツイートちょっと衝撃だった。結構毎回やるんよそれ、喉痛めた時とか。あ、じゃあ締めて、僕のツイート、うん、バルニーさん @BLKNEE、 喉が痛い時は腫れを確認するという、あ、やべえ、読めない、名目腫れを確認する名目で喉の写真を撮りまくるのが趣味。それなんです、まさにそれをやってたっすね、この週末は。それアップしてよ。え、できないよ。え、待って、それさリカックスの悪口言えないよ。どういうこと？関係ある、それと。超同じだよ。喉が痛いし、これ撮るの趣味なんだけど見せないよっていうのは、上に部屋あるけど見せないよって同じじゃん。そこに立ち返る。同じ確かに自分を繕ってるっていう意味ね。そうそうそう、全く同じっす。そうだね、分かったわ、アップするわ。っていうかあれなのよ、あの私のインスタグラムの一番最初が実はその喉の写真なの。うわー、すごい、すごい、あのチャレンジしてくるね。そうで、まずなんでかって言ったらインスタグラムの仕組みが分かんなくって、始めた時に自分にだけ見えるものだと思ってたの。アホやん。そうで、友達とか、ま、友達になったりとかしてたんだけど、まず最初にフォロワーいた状態でその写真を上げて、え、何これ、写真見つけた、そう、え、何これ全世界に公開してんのみたいなことを私が書いてるとこに。え、衝撃写真。結構はっきり写ってるでしょ、鮮明に。あの CG みたい。あ、本当。綺麗よ、すごい、喉の中って。やっぱこれって子宮って言われてるよ。あ、そうそう、その子は、その友達は、え、子宮って、あの、そうなのよ、下腹部ね。え、それちっちゃい頃からの趣味なの？うん、うん、じゃなくて、ある時から、まあでも中学生とかかな、中高生ぐらいからそうやってて、そうそうそう、で喉痛いからそれを今日もやったね。今日すごいすごい日だったね、君。すごい日だった。まあでも、まあそんなん別にね、あの3分くらいで終わるんだけど、まあ言ったら3分間も撮ってるって話なんですけど。いやでも3分間撮って、で歯磨きしながら、私は1年間セックスレスになりますっていう。いや、レスとかじゃなくて、っていうカルピピいらないなみたいな、っていうそう、ことを思い立つっていう日ですね、今日は。今カルピピって言った？あ、カルピピって言ったよ。何それ、聞いたことない。友達がやってんの、カルピピいらない教っていう宗教。カルピピ
あ、カレピッピね。そうだよ、カレピッピいらない教っていう宗教。カレピとカレピッピの意味の違いが話題に。え、知ってる？同じじゃないの？同じじゃないの？うわ、知らないんだ。知らない。カレピは彼氏、うん、スキピは好きな人。うん、そうそう、そこ分かる。カレピッピは友達以上恋人未満ですって。え、何それ。違うよ。違うから。違うから。え、ちゃんとあるよ。違うから。ニュースでやってるよ。何それ。いいぞ。カレピッピはカレピのことっしょ。いや、違うみたいですね。そっか、違うんだ。やべえ、意外となんか僕あのなんかコーナー作ろうって言った時、日本語大崩壊のコーナー提案してたの。あ、そうそう、やりたいやん、日本語大崩壊のコーナー、ね、でもさ、自然にやってんやん。いや、だから僕舐めてて、いやこれ必要みたいなこと言ったけど、また出ちゃったし、カレッピ普通にやっちゃった。日本語 大崩壊のコーナーね、じゃあ、はい、終わった。これで締め。そうですね、これで終わりですね。カレッピッピは彼氏はではないことが判明しました。はい、ではラジオ屋さんごっこあと gmail.com で、はい、あのメール、はい、メールお待ちしております。特にあのダウン、高いダウンジャケットを着ている方はあの、はい、遠慮なく、ご遠慮なくメールをあのください。はい、お願いいたします。お願いいたします。ではでは、挙手してください。はい、はい、ではでは、ま、バルニーでした。司でした。バイバーイ。バイバーイ。